全日本スポーツカー耐久選手権は2006年と2007年に開催された自動車レースのカテゴリーである。在テックレゴエスポルシェ997これまで全日本クラスの耐久選手権シリーズは全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権が存在していたが1992年の消滅以後は開催されていなかった。さらに、 全日本 GT 選手権は2005年からスーパー GT として国際シリーズ化の道を歩み、スーパー耐久シリーズは日本自動車連盟及びエントラントの移行から全日本選手権がかけられていなかったため、フォーミュラーカー以外の全日本選手権が消滅してしまった。そこで新たにセロが組織され、スポーティング及びテクニカルレギュレーションをルマンシリーズルールを基本とすることにより、 より参加しやすい新たな全日本選手権イベントとして立ち上げられた。全日本選手権がかけられるのはドライバー、チーム、エンジンチューナーの3種でレース距離は最短6 0 0トル最長24時間となっている。当初の予定では将来的に LMS とのダブルタイトル戦を開催するなどルマン24時間レースを頂点としてヨーロッパ、アメリカ、 日本で世界的なシリーズ戦を展開する構想や車両レギュレーションが完全なルマン準拠となる2008年から各クラスのシリーズチャンピオンに無条件で翌年のルマン24時間レースへの出場権が与えられる計画となっていたそのためレマンズの名称使用の承認をルマン24時間レースを主催するフランス西部自動車クラブと LMS のプロモーターから得てシリーズ名を ジャパンレマンズチャレンジとした。また同時開催として、クラシックカーレースのクラシックエンデュランスレーシングジャパン、スーパースポーツカーレースのスポーツカーサーキットチャレンジが行われた。しかし集客面での苦戦や参加エントラントが主催者側の思惑に反しほとんど増加しなかったこと、2008年から予定されていた完全ルマン準拠レギュレーションへの移行が、 難しくなったことなどの理由から2007年シーズンをもってシリーズが終了した LMS レギュレーションに準拠した車両となる。なお2006年2007年の2年間は暫定措置としてルマン規定に適合しない車両であっても主催者の特任を得ることでレース参戦が可能となっており実際に GC-21 や RS といった車両が参加している。 エントラントこそ少なかったものの、車種、タイヤメーカーは多彩であった。フェラーリ 550GTS。ありがとうございます。